岩隈さんが解放してくれた話めっちゃ好きです。そう、岩隈さんにね、もうこれ前あのプロスピの動画で話したんですけど、岩隈さんガチャで出てきた時話今じゃあするけど、岩隈さんだ WBC 2009年の WBC の時に投資会があったんです、東京で。僕ら東京ドームホテル泊まってて、投資会があって、ほんで、どっかの、ね、都内の焼肉屋みんなで行ったんですよ、ピッチャー全員で。ほんで、松坂さんとか上重さんとか、なんか仲のいい人たちがちょっと離れたところに座ってて、で僕とか涌井とか若い、人たちでちょっと松坂さんちょっと飲ませようぜみたいな感じになって、ほんでもうとにかく大助コールとかみんなやりまくって超うざいんですけど、今考えたらみんなで大助コールとかしまくって、僕とかも泡盛とかロック、もう僕お酒結構強いんでガンガン飲んでます、いけると思って。したら最後僕潰れちゃってトイレにこもったんですよ、ずっと。であんまり最後の記憶もあんまりないんですけど、とにかく帰らなきゃいけないってなって、まあ、結構まあみんなそこそこお酒飲んでる人たちはじゃあ二次会行こうかとか、まあ、そういう話になるんですけど、まあ、自分の場合はもうダメすぎて、もうお前もう帰れみたいな、もうホテルお前もう帰れ、もう無理無理みたいな感じで帰れってやったんですけど、帰る人があんまりいないってなったら、そこで出てくるのが一番真面目な岩隈さんなんですよ。もう岩隈さんはそのお酒その当時もあんま飲めへん、今はあんま分からんけど、あんまり飲まなくて、まあ、その真中さんのこととかもあるから、ホテルにも一番最初に帰ると。で岩隈さんめちゃくちゃ優しいんで、前にも話したけど、誰僕が連れて帰りますって言ってくれて、でずっと岩隈さんとは後部座席、タクシーの後部座席で、岩隈さんが右側で僕は左側に座ってて、後部座席の。ほんでとにかく東京の空をこうちょっとだけ見てた覚えですよ、こうやってもう僕もベロンベロンで、でもうこの空気がとにかく気持ちよくて、ちょっと冷たい感じの、でももうとにかくもう汚いけど、そうだったんですよ、やばかったんですよ。だから東京ドームホテル着いたら、もう直で1階にトイレあるんですよ、まあ、すごい綺麗なんですけど、でそこのトイレ行って、まあ、ちょっとこうやってて、ほんでそれだけで もう立てないから、ずっとその便座に、まあ、その下は脱がないんですよ、服全部着たまま便座に座ってたんですよ、こうやって。じゃあ、まあ、岩隈さんそのトイレ の僕個室 の扉閉めてるんですけど、そのなんて向こう側でずっと「だる大丈夫なんかお水いる?」とか「大丈夫なんかホテルの人呼んでこようか」とかずっと言ってるんですよ。もう本当にもう20分以上は絶対立つところに。で僕はもうほぼ「大丈夫です岩隈さん大丈夫です」みたいな感じで、まあ、言ってて、まあ、本人も「もう行っても大丈夫ですよ」って言っても、なんかちょっとホテルの人の話に行ったりとか、多分僕あそこにいるからちょっと様子見てくださいと かそういうの言ってくれてて、ほんで2、30分して、ようやく、だってもうそれ夜中でも3時とか 4時や、ね、僕がじゃあ2時ぐらい、いや4時か、あ、じゃあ待って、2時や、2時ぐらいに帰ってきて、ほんで、もう大丈夫ですっつって、もう30分ぐらいして、やっと岩隈さんが戻ってくれたんですよ。で、そう、でそこから僕、こう下向いてて、パって気づいたら4時だったんですけど、まあ、それ座ってて、僕、本当に2時間ぐらい、わからない、寝てるぐらい酔っ払った、今までの人生で3本の指に入るぐらい酔っ払った時があったんですけど、まあ、その時でも岩隈さんはそんな夜中の2時とか3時でもずっと後輩のが勝手に酔っ払ってですよ。でもいいじゃないですか、ほっとけば。でホテルの人にちょっと言っとけば、違う、もうずっとそこにいて大丈夫か大丈夫かずっと聞いてました。そのぐらい優しい人です岩隈さん。はい、